親愛なるギルベルト少佐、突然お邪魔したことお許しください。これが少佐に宛てて書く最後の手紙です。私が今生きて誰かを思えるようになったのはあなたのおかげです。私を受け入れてくださってありがとうございました。本を読んでくださったり、文字やいろいろなことを教えてくださってありがとうございました。ブローチを買ってくださってありがとうございました。いつもいつもそばにありがとうございました。愛してるをありがとうございました。少佐が愛してると言ってくださったことが私の生きていく道しるべになりました。そして愛してるを知ったから愛してるを伝えたいと思いました。今まで本当にありがとうございました。